アジアハイウェイ32号線はアジアハイウェイ網の路線の一つ。アジアハイウェイ東アジア、北東アジア小地域の路線の一つ。総延長は3 7 4 8トルである。日本海に面する北朝鮮ラソン特別市の港湾都市先方群を起点としている。北朝鮮内の区間は延長6 0トルと短い。村本から北北東。 約2 8トルの都満港に、コンハルイコールラソン橋が架けられており、橋の両岸に中朝の国境検問所がある。中国側に入ると、コンハルまでの約4 0トルは衝動の区間となる。コンハルからウランホトまでは高速道路区間であり、途中の長春でアジアハイウェイ31号線と交差する。ウランホトから中毛国境検問所のあるシャン、 国境検問所までは国道及び衝動の区間となる。モンゴル国に入り、ヌムルグ国境検問所からチョイバル山までの区間は、一般の連絡道路である。チョイバル山からウリアスタイまでの区間と、バヤン補修からホブドまでの最終区間は、国道となる。それ以外は、一般の連絡道路区間である。モンゴル国の区間のうち、ウンデルハーンからツェツェルレグまでは、舗装道路となっている。 しかし、ウンドルハーンから、東と、セツエルレグから、西は、舗装がされているのは一部であり、ほとんどが未舗装である。途中、ナライフからウランバートルまで、アジアハイウェイ3号線との重複区間である。終点のホブドで、アジアハイウェイ4号線と接続する。区間延長 60km 区間延長 1,131km 区間延長 2,520km。 ありがとうございます。